この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は今収穫期を迎えているプラムをご紹介します。こちらは高崎市下里見町の金華果樹園です。富澤恒夫さんの果樹園にはプラムの品種ソルダムやキヨウ、太陽などが植えられています。今年はおかげさまで天候にも恵まれましてですね、とても今のところいい出来であります。そうですね、ソルダムはですね、外見は多少グリーンっぽいんですけども、中が果肉は真っ赤ですね。非常に酸味と甘みのバランスの取れた品種ですね。からキヨウはですね、これはまた大型品種でですね、非常に見た目も美しく、また味もとってもジューシーでですね、今一番人気の品種ですね。昭和33年に富澤さんの父の代からプラム栽培を始めたという金華果樹園。ここ榛名は果物を栽培する上で適した気候だと話します。やはり日照時間が長いということは非常に糖度が上がる一つの大きな要因ですから、果物の品質が非常に良くなる立地条件を持っているんですね。こちらの果樹園、全国各地からプラムの注文があり、採れたて完熟の果実を日々出荷しています。通販最近徐々に伸びてはいるんですけどもですね、とにかくその原因というのはできるだけ生産者が完熟まで引き延ばして一番うまい食べ頃の時をですね、収穫して、翌日にはもうその収穫した完熟の果実が食べられるという利点が、これが人気の秘訣かなと思いますね。またプラムについている白い粉、この白い粉をつけたまま収穫することが大切だということです。プラムはですね、木になっている時にはブルームといって、白い粉が吹いてますけども、これは果面を保護するためについているものでですね、収穫するとやはり指で収穫するものですから、そのブルームが多少剥げますけれども、そのブルームがより多くついているものが、新鮮のバロメーターということになりますね。こちらの果樹園ではプラムのほか、梨や桃なども収穫期を迎えています。今が旬の果物をぜひ食べてみてください。この地域では桃も非常に盛んに作られております。また梨も群馬県でも大きな産地の一つであります。これから秋に向けてですね、そのようないろいろな果樹がですね収穫されますので、ぜひとも完熟した一番最高の味をですね、各農家が出しております直売所、あるいは車選果場のですね直売所でお出かけいただいてですね、旬を味わっていただきたいと思います。心よりお待ちを申し上げております。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。